2020年12月6日日曜日、毎度かなえ、豊中市のコロナ何でも相談会を公明党生活支援 PT として杉久武さんと地元の八重樫府議、今村市議、大野市議、坂口市議、石原市議、吉田市議とともに視察させていただきました。この相談会は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により生活に困窮した人がワンストップで相談できる包括相談会です。実際相談会には豊中市に8月1日に設置された包括支援プロジェクトチーム、豊中市社協、豊中国際交流協会、福祉事務所、保健所、居住支援協議会、ファイナンシャルプランナーなど関係機関が一堂に集まり、1日で14組24の相談を受けておられました。今回初めてチラシを見て相談に来られた方は6つもの課題を抱えておられたそうです。このようにいくつもの課題を抱えておられる方々に多機関連携して支援していく仕組みこそ今求められています。特にコロナで困難を抱えている外国人の存在が各地で顕在化しています。豊中においては豊中国際交流協会が頑張ってくださっていますが、今日の相談会にも6組の外国人の方々が来られたそうです。言葉や文化、しきたりの違いなども踏まえつつ、外国人の方々を支援することの難しさもありますが、地域に住む外国人の方々とつながるチャンスでもあります。実際、社協の食料支援でサポートした中国人の留学生が今日の相談会で通訳として、つまり今度は支援する側として参加してくれたと社協の勝部さんから嬉しいお話を伺いました。こうした取り組みは豊中のみならず他の自治体でも必要です。公明党のネットワークで横展開していきたいと思います。